夢ですかこれは。俺の願望から来る夢なんですかね。何ですか、どうしたんですかこれは。私たち、うん、ババババンビです。ババババンビ、はい、が今日来てると。今日はですね、はい、ババババンビは褒められたいということで、はい、視聴者の皆さんにも、はい、森田さんにも、はい、もっとね知っていただきたいっていうのがあって、はい、今日はアイドル界でノリに乗ってる7人組で来ました。あ、そうなんですね。はい、よくあの居座ってた 4,5 人たちをどかせれました。お二人はね、前の特番でおー、また会ったな、ね、うるせえな。本当にようあの特番経てここね、この企画やってもらえたら。デビュー丸3年、今最も勢いのあるアイドルグループ、ババババンビー。しかし当初は苦難の連続。つけられた称号が日本一不運なアイドル。そうなの？そうなんです。例えばデビューライブがコロナの影響で中止になり、うん、およそ1年後に仕切り直したり、デビューライブだね、念願だったアイドルフェスの出演が決まるも、出番の15分前に雷雨で中止になり号泣したり、誰かが雨女なのか全員雨女なのか、行く先々で天候に恵まれなかったり、とにかく不幸の連続。しかしお祓いに行ったのをきっかけに、どん底だった運が2022年から一気に上昇。お祓いに行っただけで。はい、お祓いってそんな聞くんや。聞きました。1年前に雷雨で中止となり悔し涙を流したアイドルフェスの舞台で堂々のステージを披露すると、そのフェス内で行われたアイドル総選挙初代1位になり嬉し涙。あら、他にもパラビで冠番組がスタートしたり、平日の中野サンプラザでのワンマンライブはソールドアウト。すごいや。兵庫県とのタイアップでミュージックビデオの撮影も。4月にはキャパ3000人の東京ドームシティホールでのワンマンを控え、メンバー7人が表紙を飾るヤングジャンプ週刊プレイボーイが3月発売予定。ヤングジャンプ表紙なんか俺でも飾ってる。とにかく日本一不運なアイドルを脱却し、日本一勢いのあるアイドルとして今をときめくバババババンビー。森田課長、知らないとこの先恥ずかしいですよ。アイドル、アイドルの顔してるね。アイドルいる。吉澤さんアイドルの顔してるね。はい、うん、すごいんや。え、はい、ちなみにババババンビは漢字で書くと、はい、馬、はい、馬馬馬小鹿って書いて、はい、この世の中嫌なことや難しいこともいっぱいあるけど、この瞬間だけはバカみたいに楽しく行こうという由来で作られた、はい、バカ騒ぎで天下統一を目指しているグループになります。そうなんですね、はい、でそれの一番わかりやすいバカが吉澤さんってことでいいんですかね。はい、違いますよ。おいじゃない。おいって言ったね。おいって、あんまりその、あの若手芸人でもあんまり言うてけえ。おい、ババババンビに勢いがあるということがなんとなく分かったところで、ここからは7人の各メンバーを掘り下げるこんな企画。バババババンビの〇〇ナンバーワンはこの子かこの子かどっち。森田さん決めてください。ほう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 、うん、私たち、これから天下統一を目指すにあたって天下統一、はい、天下統一を目指してるんですか。はい、はい、私たち今目指させてもらうんですけど、はい、はい、7人それぞれのキャラを今日はっきりさせたいなと思って、結構なんかメンバー間でこれどっちみたいに迷うことがすごく多くて、はい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 、ここをね今はっきりと森田さんに決めていただきたい、うん、はい、決めてもらいたい。決めることが天下統一への近道なんです。そうなんです。はい、つながる、つながる、はい、じゃあお手伝いさせていただきます。ありがとうございます。メンバーのキャラクター、森田に決めてほしい一つ目がこちら。あざといナンバーワンはどっち。きしみゆおわうさ。誰ですか、きしみゆちゃんと。はい、うさ、
さちゃん。さんはいはい、どういうことですか。あ、いいね。あ、いいね。あ、いいよね。なんなん、もう意味わからん。はい、わかんないよね。もう早速あざといもんね、ちょっとね。まずはメンバーの中で一番小柄のシミユ。そのあざとさはライブ後の特典会で特に発揮されるらしく、シミユはもう本当にメンバーから見てもあざとくて、やっぱり私たちライブの時に応援してくださる方とお話できる時があるんですよ。でその時にやっぱりこう列がね、一列一列メンバーに分かれて並ぶんですけど、そうですそうです。で隣の列のキシミユのところから、もう大好きみたいな声が聞こえてきたりとか。それはキシミユちゃんが言ってんねん。そう、確かに確かに。それはどういう話をするのってこの間も聞いたんですけど、なんかちょっとぽっちゃりした体型のファンの方が来た時に、ブーちゃんかわいいとか特殊それを他のメンバーでは言えないようなことを、人によってはブチ切れると思うけど違うんや。キシミユちゃんに言われたら許しちゃうんや。キシミユやからこそかなと思って。 あとキシミユは145センチですごい小さいんですよ。だからなんか人と並んだら大体上目遣いができるから結構あざとくて。はいはいはい、はい、キシミユは一体どれほどあざといのか、実際に森田が特典会を疑似体験。ライブ後にいつもこういうお話できる機会があるんです。じゃあ行きますよ。じゃあ次の方どうぞ。おいでー。ほんとこっち来て。あ、こっちこっちに。手は手、ねえ、てっちゃん、キスミユのこと好きになった？あ、ちょっと、なんぼか払うわ。危ない。てっちゃん、お金なんていらないよ。お金いらないの？何？てっちゃんの愛が欲しい。ちょっと、これもうどかしていいですか？いいよ。全部このテンションでいくの？そうです。すげえな。すげえわ。なになになに？ちょっと耳貸して。耳？うん。大好き。これか。これか。あ、そういうことね。はい。一方メンバー最年少19歳のウサも妹キャラのあざとい対応があるらしく、結構ファンの人の前でなんかずっと飛び跳ねて、ねえ聞いて聞いてって話聞いてって言ってるんですよ。確かにそれされたらお年玉あげたくなるもん。これ恥ずかしいですね、言われるの。え、ちょっと飛び跳ねるやつ森田さんにやってみてよ。確かに飛び跳ねるやつ、なんか特典会の雰囲気で。特典会の雰囲気、なんか特典会来てくれました、ねえ聞いて聞いてで、こうでこうでこうで、でこんな感じでみたいな。ずっと飛び跳ねてる。汗だくなれへんか。確かにライブ後と同じぐらい特典会のお話し会後にすごく疲れちゃうんですよ。そうやろな。膝結構気つけや。これお互いはどう思ってんの？そのキシミユが絶対あざといナンバーワンだと思います。やっぱそう。でも、負けないと思います。いいですね。それでは判定、あざといナンバーワンはキシミユ、ウサ、どっち？俺はちょっともう俺は体感しちゃったんで、はい、キシミユちゃんで。じゃあキシミユになったとか理由、なんか、いやもうやっぱ確かにあの距離で、あれやられると全員こう虜になっちゃう感じは分かるわ。なんか、いやでもでもそうでもでもキシミユはこんなこと言ってますけど、下から覗き込んだらウケるんだよって言ってます。ねえ、これはショックですね。ショックですね、これは。もうちょっとで SNS フォロー仕掛けてました。危ないとこでした。内緒で、耳まで赤い。はあ、では続いて森田さんに決めてもらいたいナンバーワンはこちら。これから売り出したい特技ナンバーワンはどっち？近藤紗友子オア池田メルダン。これから売り出したい特技、はい、あのまだ頑張ってる途中で、まあ、世にあの自信持って出せるものではないんですけど、はい、うん、これから頑張っていくにあたってどっちがいい特技かなっていうのをちょっと森田さんに決めてもらいたくて。
で、それを俺が決めたら、それをこれから売り出していくってこと。はい、はい、そうです。自信を持ってちょっと、まずはメンバーの中では一番無口な近藤紗衣子。緑色担当の池田ねるだです。はい、実は収録冒頭で全員が自己紹介をしたのですが、他のメンバーが元気いっぱい挨拶する中、はい、紫色担当近藤紗衣子です。急に引く、どうした。え、それずっといつもそうなの。いつもこれ本番も。本番も。あ、そうなんや。紗衣ちゃんはアイドルになりたかったの。アイドルになりたかったです。いや、え、ほんまに。そんな森田も気になるほど控えめな近藤のこれから売り出したい特技とは。私はボイスパーカッションです。サイちゃんそんなできんの。ほんま、サイちゃん、いや、いいよ、こんなところで嘘つかんでいいよ。マジで、サイちゃんは事務所のお金で、あのレッスンにも通ってたので。そんなこと言うたんな。事務所のお金とか、多分めちゃくちゃうまいです。あ、そうなんや、ね、あ、ちょっと怒ってるけど、事務所のお金って言われたことに怒ってんの。何なの。なあ、自腹っていう体でな、言ってたかもせんのにな。でも事務所のお金、事務所のお金だ。正直やな。これから売り出したい特技、近藤紗衣子のボイスパーカッション。なんか食ってんのかな。どうしたの。もうちょいだけくれませんか、ちょっと長め。もうちょいそのレパートリーもみたいな。あ、ちょっとできてる。すごいすごい。疲れちゃってる、疲れちゃってる。あれ、息の吸い方わからんの。全部ハクハクだけでいってる。何、今のが時間的には限界ってこと。まだこれが精一杯。そうか、その肺活量やもんな。うん、もう一回だけいただいていいですか。もう一回だけ。疲れちゃってる。これ以上やるとサイちゃんが倒れちゃう。もうこれ以上は。いや、めっちゃおもろいけど。これはそうね、場所によるよね。これやる場所によるわ。続いてババババンビのムードメーカー、池田メルダ。近藤に対抗するこれから売り出したい特技とは。私はですね、バンビの中ではラップ担当でやらせていただいてまして。おお、親和性はあるやん、ちょっとな。それで即興ラップを今ここでしたいなと思って。だから森田さんに何かお題をいただいて。あ、マジで。はい、え、マジでいけんの。はい、メルダのラップすごいですよ。え、すごいですよ。もうお前らさ、それなんだよ、お前らその全員で何とかしようとするけど、なんか絆はすごい感じんねんけど。伸びしろがある特技なんで。じゃあどうしようかな。あ、じゃあテレビとかいけんの。テレビ。はい、メルダ流のラップなんで。はいはい、それではミュージックスタート。手拍子お願いします。手拍子いいの。ミュージックだけでよくない。やりにくない。 yeah. Yeah. Hey. Hey. リモコン持ってボタンを押すとテレビがつく。 yeah. hey. カチッと。どのチャンネル、みんな何が好き。 hey. 今日は何を見ようかな。バラエティー見ちゃおう。 すいません、俺こんな忘年会以下のやつやった。ありがとうございました、ご視聴。スキルもクソもなかったですけど、これでできんじゃない。これぐらいならみんなもなんか吉澤さんとかできんじゃないの。これぐらいなら できそうだな。 できそうよね。ちょっと一回吉澤さん、じゃあやってみるか。じゃあやってみてよ。やばいやばいやばい。テレビでいける。あ、じゃあテレビ違うのの方がいい。違うのにしよう。ラジオにする。ラジオにしよう。できんぞ。できんぞ。できんぞ。はい、ではミュージックスタート。イエーイ。いいよいいよ。今んとこゴムよ。ラジオ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 
聞けるよ。ラジオを聞くと心が豊かに、ラジオを消すとラジオが消えた。ほんまに、いやマジで低いところで5分。これから売り出したい特技ナンバーワン、近藤、メルダ、どっち？これはちょっと団長の思いで、さえちゃん。理由は、理由はありますか？やっぱちょっと笑ってまうやん。だからその行く番組行く番組でも超絶爆発する可能性もあるから、あの感じおもろいから、なんかそれはなんかちょっと見てみたいなと思うよね。こっちはちょっと怖すぎる。これ俺メルダ、テレビつけてメルダがこれ違う番組でやってたら俺帰る。怖い、俺見てられへん。じゃあもしいつか披露することあったら森田さんに見せたことあるんですよ。名前言うなよ。俺の名前絶対出すなよ。もう出させて。怖いよ。なんかデラックスとか行きそうやん。もうそう。森田さんに褒められたやつなんですとか言いそうで怖い。ババババンビの〇〇ナンバーワン、森田に決めてほしい3つ目は、おバカナンバーワンは誰？ウサオア、キシミユオア、メルダ。そう、2人じゃないねこれは。3人許せない。え、でもこれそう、なんで、ほんで、あざといやつってバカなんや。は割と賢いんですけど、この3人がすごい差をつけておバカで、吉田さんも賢いの？え、実は茜ってできること多いんですよ。あ、そうなん、器用で。そうなんや、やっぱ本当は頭いいんですよね。本当はそうなんやな。じゃあキャラクターを作ってんねんな。いいえ。どれぐらいおバカなの？メルダのおバカエピソードなんですけど、はいはい、遠征の時に新幹線で隣になって、一緒にお弁当を食べてる時に、そら豆食べながら、ね、見てこの枝豆めっちゃ大きいって言ってて、そら豆と枝豆がわからない。私はそら豆と一緒にされるので、ま、ね、そら豆じゃない、あいつのこと。そら豆、服の色も相まってそら豆って言ってた。見えた。そら豆とうさとは別格の、私もこの2人は別格おバカなんですよ。もう負けない、この2人には。絶対負けません。あー、そうです。いや、私らから見た3人一緒よ。メルダ、ウサ、キシミユ、誰が一番おバカなのか、森田から常識クイズを出題。日本一高い山は富士山ですが、日本一大きい湖は何でしょう？分かりました、はい、見ないでね。いいな今の言い方、見ないでね。まあこれは簡単でしょ。いや、これめっちゃ簡単。これ簡単じゃない？これ習った。じゃあせーの、ドン。うわー、すごいね。日本一大きい湖、メルダ、ウサ、キシミユの回答は、じゃあせーの、ドン。うわー、すごいね。メルちゃんが琵琶湖。琵琶湖で山中湖。山中湖好きやね。あのね、太平湖。どこやねん。どこ太平湖。何県ですか太平湖。これ言ってました、小学校の時。誰が？先生。先生が、はい、何県なの太平湖は。だから日本で一番大きい湖が右に。ああ、太平洋じゃなくて太平湖。太平洋。いや、バカみたいな、一番バカみたいな笑い方してるけど、山中湖はなんで？山中は日本にある湖って一個しかないじゃないですか。ない、そんなわけないやろ。そんなわけないやろ。じゃあ日本唯一の湖はって書くやろ。だから日本唯一だからこれは簡単だと思って。ちょっと引っ掛けやと思ったんや、はい、日本一大きいっていうのがまたまたそんなこと言って、ほんと一個しかないのに。そう、バカにしてるなと思って。すごいな。ほんで湖もすごいっす。こ、え、どういう何それ。それなんか漢字の成り立ちの途中のやつやろ。なあ、何やねんそれ。なあ、などうしよう。お前はもう何も当たってないぞ。何や。湖って県の中にあるんですか？当たり前やん。湖は県の中にあるやん、絶対に。わかる？何々湖にある何々県はないねんか。じゃあ日本地図の中にいっぱい水玉模様になっちゃいませんか。すいません、まだ喋らないといけないの。ねえ、もう勘弁してもらえませんかね。もちろん正解は琵琶湖。おバカナンバーワン森田が選んだのは、そうね、そのバカ度で言えばやっぱうさちゃんのこの底知れないバカさ。
でさ、なんかバカほどさ、なんか喋ろうとするやん。確かに。そう、なので、うたちゃんにします。ババババンビの〇〇ナンバーワン、続いてのテーマはこちら。運動音痴ナンバーワンはどっち、はい、高梨類おわ港美代。これはアイドルにあるまじきあれじゃないんですか。バンビの中でもズバ抜けて2人がトップいるんですよ。そうですね、う運動音痴トップが。ダンスはダンスはできるんですけど、うん、はい、ちょっと運動があんまり得意じゃない。あ、そうなんや、はい、めちゃめちゃダサい。何するにもダサい。ダサい、びっくり。何がダサい。動きがダサい。なんか、なんかスポーツ全然できない。存在がダサい。存在が存在で言ったらもうちょいダサいやつおるぞ。どちらが運動音痴か、縄跳びをする様子を見て森田が決定。まずは実は国立大出身のリケジョ、バンビナンバーワンの才女高梨類。メンバーの中でダンスが一番苦手。縄跳びはどうなのか。はい、じゃあいきますか。いきます、はい、そういうことね、そういうことね。やめて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 、前に来ちゃうんや。まあ3回ぐらいは飛んだっすか。でも止めてましたね、はい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 、両足、両足では止めないの。両足一回やってみて。で、いやいや違う、もう揃えて揃えて、そう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 。で、もう絶対手はそっからやねんな。ああ、ともう両足じゃ揃えといて。反ってる反ってる両足。おう、おうおうおう、いや、なんでパイクってなあ。まあでもいいんじゃない。まだできてるっちゃできてる。続いてライブではエモさ全開のパフォーマンスを見せる港美代。メンバーからダサいと言われる運動音痴ぶりとは。でも持ち方はね、うん、いいですよ。持ち方は高梨さんより全然いいですよ、うん、はい、始まりはまだいいですよ。じゃあ美代ちスタート。やばい。怖い。何何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 したん。なんか、え、シューシューシューって言ってたけど、もう一回、もう一回いいですか。はいはいはい、うん、怖い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 って。なんなんそれ。え、そのスピードでしか絶対無理なんや。ゆっくりとか無理なのね。え、ゆっくり一回心がけてよ。もう一回言って。遅くはできるやん、この。いや、すごいな。その音だけは二重跳びの音なんだ。音だけ。ああ、そうや、二重跳びやってんのかなっていう。こちらも相当ひどい勝負となりましたが、運動音痴ナンバーワンは、もうこれも圧倒的にもう港さんですね。はい、ああ無理でしょあれは。治らないよ。確かに分かった、運動音痴とかじゃなくてダサい。ダサいですよね。ダサい、分かった、やっとダサいのが分かった。なんか収録をやってみて、はい、バンビの中で森田さんのお指名を決めてもらいたいんですけど、はいはい、誰かいますか。もうやっぱ俺の心をわしづかみにしたさえちゃん。おお、すごい強敵だ。伸びしろしかないからね。こっから次もし会う時にボイスパーカッションがどれぐらいになってるのかちょっと見たいよね。スキルが上がってるのか上がってないのかっていう。選ばれてどう嬉しい。嬉しい、めっちゃ喜んでますね。いい、初めてなんかね、アイドルっぽい、初めてアイドルっぽい笑顔が見てた。で、最初これかなり喜んでます、はい、あ、そうなんですね、はい、かなり、はい、じゃあこの番組は TVer 動画イズムで配信、 YouTube でも公開するので要チェック。